どうもキヨです。よろしくお願いします。今回は星5制限、スタンガンナードラゴン、メダル周回用の解説動画です。難易度としてはかなり簡単なんですが、ちょいグダルと S ランクがギリギリになりがち。多分今回はレオリを使った人が多そうですので、この編成を例に比較的3、4分ほどで安定して回れる方法を解説させていただきます。S ランクは4分40秒と結構短め。打ち出しもできるだけ早くが吉ですね。ギミックは地雷とブロック。仕様としては簡単なメメモリです。地雷倍率が高いので、それを効率よく、ボスにぶつけるゲームですね。基本的にはかなり簡単ですが、時間にはご注意を。では早速行ってみましょう。初手ははめて次の二人で、地雷3個をボスに投下。4手目で再度3個を回収しつつボス撃破。が基本の流れです。今回は剣が出たのでさらに、時短。別画面のは SS がたまらない場合の、別例です。2面は初手は下の魔導士から、配置次第で下にはめるか、ブロックを利用するか、または横間という状で、削るかご選択を。処理ができたら地雷3個は確実に、ボスに投下。今回も剣が出たので時短します。3面は初手が友情メインで、溶かします。2手目以降は地雷が4個ずつ出るので、友情出しつつできれば地雷を、ストックで、ここで複数貯めれるとボス戦が、楽になります。基本的に行動後には地雷を、ストックする方向で、ボス1は2手で友情出して、魔導士を優先処理。3ターン目のシールド呼び出しが、うざいです。今回は剣持ってたのでボスを、優先してます。ボス処理できない人は、すぐに次の手番に、早く止まれるような動きが、いいですね。本来は2手で雑魚前処理、地雷で、ボス攻撃、4手目でおかわり地雷で撃破し残りを、ストック、の流れになります。ここでグダルと S ランクが、時間ギリギリになりますので、ご注意を。ではボス2ですがここも2人は友情か、殴りで、上の雑魚を最低2体は、優先処理。3手目が地雷でボス攻撃、4手目で抜けます。SS が打てる場合は、残り2割程度なら SS。ゲージ飛ばしでラスゲが SS1 本で、終わります。ではラスゲですが SS 打てる状態なら、2本打てれば確定で倒せます。まだの場合ははめるか友情で、魔導士を処理。敵の攻撃演出が長いので、はめると早いです。地雷を当てれるならついでに、ボスを攻撃で。SS は約6、7割の、ダメージです。攻撃ダウンしても吹っ飛ばし100万にはもう満体。溜まったら打つで OK ですね。今回はとどめにしか打ててないので、さらに別画面でお見せします。残り1、2発で倒せるときは、地雷で直接攻撃を。特に時間がギリギリになったときは、SS より演出が短いので、早く終われます。基本的には SS を当てれる2人以外は、さっさと手番を回した方が、効率がいいですね。ということで今回の攻略はこれにて、終了です。簡単ですが少しグダルと、S ランクがギリギリに、タイムは5分で良かったのでは?と思います。各捨てでミスがなければ、ほぼ4分ほどで、回れますのでメダル稼ぎをする人はぜひお試しを。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく、お願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。最後までお疲れ様でした。まったね。